さて次は外国人留学生です。これはですね、外国人留学生を増やすために岸田文雄総理大臣が命じた計画策定に関する質問集書。どういうことかと言いますと、岸田総理が長岡文部科学大臣に対して年間30万人の外国人留学生の受け入れを目指す政府の目標を抜本的に見直し、さらに留学生を増やすための新たな計画を策定するよう指示したと報道されているということで、 これも賛成党の支部の方から上がってきたこの質問なんですね、えー。この留学生受け入れ、そしてまたですね、実際留学生の受け入れ数の多い大学というものが結構あるんですね。30校というのがありましてね、えー。そのトップはなんと東京大学。東大が4084人受け入れているんです。これはあの、えー、独立行政法人日本学生支援機構の調査なんですけどね。 でこれはです、ね、この東京大学の学生総数の15.1%に達してまして、えー、とにかくこうすごいんですね、今、留学生はで。これは私立大学なんかは少子化の影響で定員割を起こしかねない状況にあるわけですね、特に地方の私立大学。そうしますと、外国人留学生の受け入れでかろうじて学校経営上の必要定数を埋めているという話も聞かれますね。で一方で、外国人留学生に関してはですね、 こんな事件もありました。東京福祉大学で3年間に1000人以上の留学生が所在不明になったということを発覚してですね、消えた留学生問題となりましたね。国会でも取り上げられたことがあります。この問題はですね、政府の留学生30万人計画の裏側で勉強よりも出稼ぎを目的に来日した。そういう留学生身分の外国人労働者が日本の労働力不足を補っているという、そういう実態を明らかにしたものだったんですね。 東京福祉大学で起きたことは氷山の威嚇に過ぎないという問題がありますでこの外国人留学生30万人計画これによって特に急増したのは中国からの私費留学生なんですねえ日本で少子化で日本人だけではですね、まあ、大学の収容定員を満たすことができないでそういうことで、まあ、こういった私費留学生を積極的に受け入れましてですね定数割れを何とか補っている大学が結構多いんですね でそういった大学等ではですね多数の留学生を、えー、この入学者選抜教育研修指導在籍管理などの受け入れ体制が不十分なまま安易にどんどん受け入れているということなんですね、まあ、結果として学習意欲等に問題のある留学生をまあ在学させることにつながっているんではないかという問題もありますねで日本における少子,高少,少子化動向の中で新入生を募集しても定員に満たないことをもってですね 学校存続を史上命題にしてですね、外国人留学生を増やすということ、それはもうホーマス転倒でしょうと、むしろやるべき政策は子育ての支援策の充実するとか、教育負担を、日本の学生に対する教育,教育負担のさらなる低減をして、出生率の低下を食い止めるとかですね、あるいはあの教育機関への適正廃止とか、人材と資源の融合活用とかですね、まあ、いろいろやることあるわけですよ。 でこの留学生を増員することよりも前にやることがいっぱいあるのにもうとにかく留学生を入れることで学校経営を成り立,成り立たせているわけですね、えー、日本では私立に対する私立学校に対する運営補助金とか、えー、いろいろこの助成金がありますね国家予算が結構あるわけですでその資源はです、ね、日本人の生徒とか学生の勉学条件を充実させることにこそつなげるべきなんですよね留学生の方に また与えていくっていうものでもないはずなんですよね。のためにやるっていうものもないはずなんですよね。ですから、えー、この現状が、まあ、望ましい方向とは逆なんじゃないかという問題意識に立って質問終書を出しました。えー、4つ出しています。こちらをご覧ください。この30万人留学生受け入れ目標の見直し。で、この目的と今後の日本の成長戦略によってどのような意味があるのかということが1つですね。で、2つ目に。 外国人学生数の比率が全,全体の学生数のさっきの東大の話をしましたけども、これが50%を超えている大学っていうのは、その法人、学校の名前とかですね、そういうのを出せと。えー、そういうことですね。で、3つ目、えー、大学なんかで理事とか役員に外国人が含まれている、えー、そういう大学のリストを、名前を出してくれと。 4つ目、日本人の生徒や学生に対する国の奨学制度、及び外国人留学生に対する奨学金制度、その種類、貸付か返済かなどを明らかにしてほしいという金額とかですね。 日本人と外国人とどっちにどれだけ税金がですね、えー、使われているのかを分かるように示してほしいということですね、えー。政府からの答弁は、この青い字のところです。まず1について、えー、いろいろ述べて30万人留学生受け入れ目標の見直しによるさらなる留学生受け入れ計画の策定を命じた事実はないと言ってるんです、えー。これはなんかね、変なんですね。あの、なんかもっと大きな目的のために、えー、あれですね、 外国人留学生の受け入れだけではなく日本人留学生の送り出しを加えた新たな留学生受け入れ派遣計画を作成する旨の指示をしたとまあ分かりますよだけどあのこれ、えー、この留学生を受け入れ目標の見直しによるさらなる留学生受け入れ言ってるじゃないですかねそういうなのに言ってないっつって何かおかしな答弁でさっきこういうの奇弁っていうんでしょうかね なお、当該支持は、世界最先端の分野で活躍する高度税務専門人材や、多様な価値観を持った人材を育成確保するとともに、多様性と包摂性のある持続可能な社会を構築することにより、我が国のさらなる成長を促していくことを目的としてさ、としされたの。だから、かりますよ。そう、そうかもしれませんけど。でも、あの、 あの、このね、ご経営目標っていうか、留学生もっと入れろという趣旨が入っているんだったらね、あの、これ素直に言えばいいじゃないですかね、という感じがしますね、この通りにすと。それからさっき言ったあの数字、それから理事や役員に外交辞入ってないか、いずれも政府として把握をしていないということです。把握しなくていいんですかっていう話ですけどね、これね。 まあよくまあね、な何やってるんでしょうかね、これ、えー、この文科省によるこういう、ね、外国からの留学生にしろ、まあ、あるいは研究の動向もね、十分な把握なされてないんですよね、あの海,外から海外にこの技術が流出してしまうという問題もありますよね。 えー、ここはちゃんともっとちゃんとやってほしいっていうのは昔からある話です。そして4については、まあ、あの、数字は一応出てきました。だーっと数字が並べてられているだけで分析は全くありません。まあ、問題意識はなく言われたから出せるものは出したよというような、そういう答弁でありました。まあ、あの、この留学生の問題ですね。えー、これはあの、あれなんです。 えー、留学生が日本で本当に学びたいと思ってくるのは、これはいいんですけれどもね、もうそもそも別の目的、日本で金儲けしたいというのが留学生の形を最初は取って入ってくると、これがちょっとねで、そのために、そういうことのために、政府から税金を持って補助がなされているわけですよね、そういう人たちの,の,のためにの補助みたいなもんですよね、その部分については。これはいくらなんでもおかしいだろうと。 えーで答弁では日本人留学生の送り出しを加えた新たな留学生を受け入れ派遣計画を策定する旨の指示をしたので留学生を増やすことを命じた事実はないと言っていますがこれはただの言葉のあやというか、でですすよよねね先ほど私が言ったようにです、ねえー、それからあの政府はとにかく統計数字を把握していないとだけ答えているんですがこれは本当にですよ留学生を 拡大するっていうことを戦略的にやるつもりだったら、把握ぐらいしなきゃできませんよね。えー、とにかく実態の把握すらできてないということを、やまりにもひどいんじゃないかということですね。まあそういったのが我々の,の答弁なんですが、まあ思い返してみますと、私も結構いろいろな私立大学、中には地方の大学もありましたけども、そこで客員教授をやったことがあります。そこに行きましてね、驚いたことがありました。 私の講座を受けている学生たちの例えば40人いたらですねそのうち30数人が中国人だと <laughs> 日本人ほんのわずかでそこで私はねあの大学の方で何を求められていたかというと日本の国家戦略の策定のということを求められてたんですねなんで私が中国人の方に対して国家戦日本の国家戦略の策定の手ほどきをしなきゃいけないのかとまあ本当にあのね複雑な思いしましたけれどもね これはあのちょっとね、この留学生の問題、もう少しきちんと実態把握を目を向けて政府が対応してもらわないか困りますね。